シンガーソングライターの草分け、香山雄三と荒木一郎についてお話ししてみたいと思います。皆さん、最近ではシンガーソングライターというのは非常に多くなってきましたが、多分この香山さんとか荒木さんがこのシンガーソングライターの草分けではなかろうかと思います。1960年代、え、まあ、昭和35年ですね、日本が戦後復興で、 かななり元気になってあと数年するとオリンピックというような頃加山雄三はシンガーソングライターとしてまあ,あ出てきたわけですねまああの一般的にポピュラー音楽で歌手が楽曲制作まあ作詞とか作曲を自分で行ったまああのソロの状態でそれをまあまあ シンガーソングライター、まあ、SSW と一般的に言ってますね。で、加山さんの場合は、慶応高校へ入って、まあ、慶応大学の法学部政治学科を卒業した後、東方入って俳優になったわけですね。そして、まあ、活躍したわけですが、えー、まあ、1964年というのは昭和39年は東京オリンピックの年、もう、日本がかなり浮かれてた年で、その頃ですね、 加山さんが活動し始めた俳優としてですね。で、加山さん自身はあ、まあ、自分は俳優なんだと、歌は趣味的なものだ、なんて話しておりましたけれども、現在、もう90近くなって、加山さんも、おなんか歌を中心に、あのー、やっているように見えるんですがね、まあ、音楽業界では、まあ、もともと、まあ、明治大正昭和と、まあ、 あの、歌を作る作曲家がいて、作詞家がいて、まあ、専門職の人がいてですね、それでまあ、歌を歌う歌手がいるというような状況だったんですが、まあ、加山さんらは、まあ、あの、自分で、まあ、歌を作って、歌うというような、あの、タイプを始めたわけですね。で、加山さんはご存知のように、お父さんは俳優の上原健さん。 お母さんも女優の小坂路洋子さんで母方の高祖父は何か明治の元奉い岩倉智美さんなんていうから結構家柄がいいんですねで趣味は非常に広くてまあ海からスキーゲーム音楽とそれで、まあ、1965年に、えーまあ、デビューしてから5年ほどですね「エレキの若大将」という映画で共演した 女優の松本みさんとロサンゼルスで結婚されてますね。で、加山さんは、ま、あのー、歌を作るときに、えー、まあ、ペンネームを使ってるんですが、ダン工作って言うんですがね。そのダン工作のダンさんっていうのは、まあ、ああのー、ダ段育馬さんのおダンをいただいて、それから、まあ、あ 工作っていうのは、山田工作さんの、こ工作の字をいただいて、まあ、字は違うんですけれどもね、えー、ダ段、うん、工作というペンネームで、えー、活躍してますね。で、あのー、シンガーソングライターっていう言葉が、まあ、今では、まあ、ありふれた言葉になっておりますが、日本で認知されたのは、えー、まあ、吉田拓郎がブレイクした1972年以降じゃないのかなと。 まあ今、あのー、シンガーソングライターというのはもう非常に、えー、市民権を得た、あのー、名前ですがね、まあ、それ以前は、まあ、自作自演なんて言ってたみたいですよ。それから、あのーまあ、あシンガーソングライターとして有名なのは、まあ、ユーミンですよね。まあ、1972年に、えー、村井邦彦が彼女をデビューさせたんですが 最初は作家として契約したらしいですが、時代の流れに沿って、新井をシンガーソングライターとしてデビューさせたと。当時はまだあの自作曲を歌い、さらにその曲をヒットさせることが珍しかったため、マスメディアでも大きく取り上げられ、現代ではですね、ユーミンというともう第五所になってますよね。今から50年以上前ですもんね。1972年にデビューっていうことは、もう、 ちょうど今年年は50年ですよ。すごいですよね。それから、まあ、あの皆さんご存知のようなさだまさしさんとか松山千春さんなんかも全部自分で作って自分で歌ってというね、方で、まあ、最近では若いそういう、えー、シンガーソングライターの方っていうのは結構増えてきてますよね。それから、加山さんもそうなんですが、加山さんのちょっと後に出てきたのが、 荒木一郎さんですよね。で、彼は、やはりあの、空に星があるように、これ1966年には、最優秀新人賞なんか取ってますし、あとは、今夜は踊ろうとか、愛しのマックス、とか、まあ、この、加山さん、荒木さんあたりが、シンガーソングライターの草分けなんじゃないかと。その後ですね、まあ、あいろんな方が、 あれで1975年に、ホーライフレコードっていうのがあの発足したんですが、これはあの、まあ、あシンガーソングライターの小室さんとか、吉田拓郎さんとか、井上陽水、えー、泉谷茂の4人があの作ったレコード会社で、自分の感性で、自分のことばで、まああ、歌い、表現をしたというようなですね。 まあ、若者の共感を広めていっただからそういう意味では、まあ、加山さん荒木さんがはじの頃から始まった、まあ、シンガーソングライターは、まあ、その後いろいろな形でですね、えーまあ、うん各々のおのおのの吉田拓郎は吉田拓郎風のそれからさだまさ、あ、しはさだまさし風の 松山千春は松山千春のこのシンガーソングライターとして世の中に受け入れられて現在へ来ているということですね。